金土日月のロッテ4連戦を3勝1敗で勝ち越しました、はい、どのようなことをお感じになりましたか。チームの調子自体もやっぱりこう上がってきて、はい、こうやっとこう形ができつつあるなっていう感じではありますけどね、うん、はい。その形とは具体的にはどのようなものでしょうか。まあ、しっかりこの先発がねやっぱりゲームを作るっていう形ですし、まあ、打つ方も、まあ、毎試合打てるってわけじゃないんですけど、やっぱりこうしっかりチャンスを作ってね、こうあとはそのチャンスにこう必ずそのチャンスをものにする一本が出るか出ないかっていうところで、ただそういう段階まではチームがねこう成長してきてるかなっていう感じはしてますけど、ね、4連戦の中で土曜にキャッチャー岡田雅俊、日曜は外野手金子裕二、はい、2日連続で引退試合がありました、はい、まず岡田、打順はなぜ2番だったのでしょうか。岡田とも話をして、1打席もらえればいいというところで、まあ、だったら、まあ、初めね あまりこうまあ試合のその経過がどういう経過になるか分かんないですけど、あんまりこうもうロッテさんにも迷惑かけられないんで、まずこの試合の始まりのところでこうあまり影響のないようなところで、いければいいかなっていう、そういう感じで、2番バッターで、まあ、1イニングまずは守ってっていうところだったと思いますけど、はい、1打席立って終わりではなく2回表の投球練習でマスクをかぶってボールを受けてからの交代でした。あの演出は監督代行のアイデアですか。前ね新庄監督がやったんですよ、うん、木村文和選手の時ですよね。ああいう形があるんだなっていうか、今までそういうのってなかったと思うんですよね野球界 で、ね、まあそれはそれで全然ね本当最後お客さんにこうね挨拶せいじゃないですけど、ベンチにこの戻ってくるっていうのはあれはいいなと思って、花道になりますもんね。そうです、はい、それで真似しました。金子はトップバッターでレフト、センター、ライト、外野をすべて守ってフル出場でしたが、はいはい、こちら本人の希望ですか。いや、これは私が彼が入団1年目に初めて守ったのはライトなんですよ。で、いや、まあ、今回最後なんで、まあ、ずっとねレフトに馴染みがあるんですけど、もうライトも守っていいんじゃないって話をして、でライトも守ることにしました。まあ始まりがそうだったんで、ご提案だったんですね、はい、それはね、はい、ショート金子が実現しなかったのはなぜですか。ああもう全然ショートはいいでしょう猫も、はい、ファンはちょっと待ってるところが、はい、そこまで来たらショートはっていうのがあったんですけども、いやいやそこまでやったらちょっと相手に失礼ですね。なるほど、はい、そうですか、はい、で金子はレフトで守備のファインプレーを見せました。若手よりも引退する自分の方がまだ足が速いと本人は会見で笑っていたんですが、はいはいはい、実際その通りですか。足は速いんじゃないですけどね、速いとは思いますよ、ただ長続きしないですね瞬発的な足は絶対猫が速いと思います。そうですか。松田達志も現役引退を昨日発表しました。9月28日ロッテ戦登板機会はあるでしょうか。あると思いますよもちろん、はい、そうですか、はい、分かりました。おととい月曜竹内夏樹がプロ初完投勝利を完封で飾りました、はい、勝てなかった時と比べて成長を感じた点はありましたか。シーズン序盤はねあんな感じですごくこういい感じだったんですけど、やっぱり途中から、まあ、当然疲れも出るし、はい、まあ、相手にも研究されますし、なかなかこういい投球ができてない試合が数試合続いたんですけど、はい、まあ、でも前回はね非常にこうシーズン 前半のようなピッチングっていうか、はいはい、しっかりこうコントロールもできてましたし、コントロールミスが少なかったですね。はい、なるほど。はい、疲れは抜けたということなんですかね、もしかしたら。まあ、抜けたっていうかね、当然1年間初めて、ね、彼なんでルーキーなんで、1年間丸々投げるってことはまず大学生ないんで、まあ、その調整の仕方とかもすごく難しかったとは思うんですけど、はい、まあ、だいぶそこら辺は慣れてきて、こういい状況で、先発のマウンドに上がれる、そういうルーティーンっていうのがつかめてきてるんじゃないかなというか、1年を通じてのね、はい、今日の先発投手は隅田知弘です。前回登板ファイターズ戦は9回111球2失点、延長戦の続投も志願したようなんですが、間違いないですか。そうですね、はい、
そうですか。でもう止めたということだったんですね。そうですね、はい、プロ3年目の隅田はこれまでと比べるとどこが良くなりましたか。そうですね、まあ、1年間しっかりこうやってローテを守ってくれるっていうのはチームにとってはすごく大きいことですし、はい、まあ、そういうピッチャーがねやっぱり複数出てくれたらやっぱりその中継ぎ陣へのこの影響っていうのも出てきますし、まあ、そういう意味では本当今年ねもう1年間しっかり、まあ、なかなかね勝ち星が上がってこないっていうところはあるんですけど、まあ、これはね打線との絡みもありますし、はい、ただ本当いい投球を続けてくれてると思いますね、はい、中村剛也、はい、右手関節炎でファームへ行ってから丸2ヶ月が経ちました。で1ヶ月前に実戦復帰してホームランも打っていましたが、3週間経ってようやく昨日、はい、イースタンリーグ巨人戦で再び戦列に戻ってきましたが、途中何があったのか教えていただけますか。足ですね。はあ、うん、ハムストリングをちょっとこう伸ばしたっていうか、その肉離れまではいかないんですけど、はい、空振りした時にちょっとこう違和感を感じたんで、打席の中 で、そうですね、はーはーはー、それでちょっとリハビリをしてましたね。そうですか、でも今シーズンのうちに打席へ立てて本当に良かったなと思うんですけど。そうですね、はい、まあまあ、まだリハビリ段階の、まだリハビリを完璧終わったわけじゃないと思うんですけど、うん、まあ試合に出れるような状況になってきたっていうのは、まあ、良かったですね。そうですね。